9日第二主日の礼拝を始めます。まずは前奏曲のもと主の御前に静まる黙想の時を持ちましょう。招きの言葉、主にある敬虔な者たちよ、主をお目迎え、主の聖なる皆に感謝せよ。まことに御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。私は平安のうちに行った。私は決して揺るがされないと。聖歌112番を持って共に主に賛美をお捧げしましょう。
主の聖なる皆に感謝せよ。愛する天の父様、主の皆を賛美します。主の一方的な憐れみと恵みのゆえに、日々主の守りの中で生かされていることを心から感謝いたします。今日も主がご臨在くださる教会に導かれ、愛する方々と共に礼拝を捧げられることを心より感謝いたします。今日は生駒恵み教会の平野隆先生をお送りください。感謝いたします。先生を通して御言葉を語ってくださることを心から感謝いたします。どうか先生を聖霊に満たしてください。通り良き管として早速お用いください。先生を豊かに祝福してください。また御言葉を聞きます私たちの心を整えてください。御言葉を素直に聞いて日々の生活に生かすことができますように、この1週間も主が導いて助けてください。これからの礼拝の最初から最後まで主が豊かに導いてくださり祝福してください。すべてを委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、イエス様が教えてくださった主の祈りをお祈りいたしましょう。イエス様が教えてくださった主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものであれば、ね、アーメン。続いて使徒信条をもって私たちの信仰告白といたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の至なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁いたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは報告に移ります。通報をご覧ください。まずは中心聖句を一度解読いたします。中心聖句マタイ8章26節。イエスは言われた。どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がり、風と湖を叱りつけられた。するとすっかり凪になった。本日の、予定ですが、1時から教会学校中高歌が行われました。集中礼拝今、2時から行われています。祈祷会は礼拝後に行います。また16時30分からブラジル牧場が行われます。
今週の予定、今日9日日曜日から第3期聖書通読第32周年が始まります。また12日水曜日、15日土曜日は同国祈祷です。13日木曜日はオンディチャイン牧場が開かれます。今週の掃除当番は各自ご覧ください。ご確認ください。お願いいたします。報告および祈祷課題を読みいたします。1、本日は第30期取りなしの祈りの感謝祈祷を捧げます。今週と来週の取りなしの祈りはお休みです。第31期取りなしの祈りは災害手術から開始します。祈祷時間の変更がある方は来週日まで石黒兄弟にお知らせください。2番、今年度下半期の祈りのリクエストを作成します。変更、追加などある方は石黒兄弟までご連絡ください。締め切りは来週日までといたします。3番、来週日は祈祷会後に草抜きを行います。ご協力をお願いいたします。4番、石黒兄弟と堤民姉妹の婚約式が11月3日14時から15時に東京を借りて行われます。出席を希望される方は石黒兄弟までご連絡ください。5番、グレースハウス協会からリフォーム費用使用のための献金の要請がありましたので、街道工具の献金箱を設置しました。10月16日まで、設置しています。ご協力をよろしくお願いいたします。それでは暗唱テイクに移りたいと思います。まずは一度皆さんでご一緒に解読いたしましょう。その後暗唱できる方はお立ちいただいて共に暗唱いたしましょう。それではまず皆さんでご一緒に暗唱聖句を読みいたしましょう。暗唱聖句。ガラテヤ5章10節で、あなた方が別の考えを持つことは決してないと私は主にあって確信しています。それでは、覚えられた方はお立ちいただいて共に暗唱をいたしましょう。では暗唱聖句、ガラテヤ5章10節で、あなた方が別の考えを持つことは決してないと私は主にあって確信しています。はい、ありがとうございます。お座りください。牧師プロモを読みいたします。対面はやっぱり良い。先週は教団の秋の研修会が3年ぶりに対面で行われ、静岡県掛川市まで行ってきました。1泊2日と普段より短くはありましたが、先生方と顔と顔を合わせて学びと交わりができ幸いを覚えました。特に幸いに感じたのは、私たちとして信仰と意思を互いに確認できたことにあったと思います。先生方の中にはコロナ期間にオンラインで時間を共にしてきた方々もいます。でもその時とは何か説得力のようなものが違いました。そこに生身のその人、先生がいる、そのことが語り合う言葉に妙な真実味を覚え、一つ一つのやり取りが嬉しく、また喜びを覚えたことでした。そしてコロナ
コロナ以前はしていなかったような記念写真なんかも撮ったりして、なるほど、天国の祝福にイエス様との再会が語られていることに合点がいったようなことでした。第1コリント13章12節。対面集会では主の祝福が豊かに覚えられます。状況判断も必要ですが、徐々に再開していきましょう。以上です。それではただいまより第30期取り出しの祈り感謝祈祷を行っていただきます。はい、第30期取り出しの祈り感謝祈祷を捧げます。ただいまより第30期取り出しの祈り感謝祈祷を行います。第30期取り出しの祈り感謝祈祷の献身者の皆様はその場でお立ちください。それでは感謝祈祷を捧げます。天の神様、第30期取り出しの祈りの12週間を全て守ってくださったことを感謝します。第30期取り出しの祈りに献身してくださったお一人お一人に感謝します。週に一度の1時間にわたる祈りを12週間続けられ、取り出しの祈りをの奉仕を全うされました。この経験を生かし、さらに人のために、日本のために、世界のために取り出しの祈りを捧げていかれますように、献身者お一人お一人を祝福してください。感謝してイエス様の御名によって祈りします。アーメン。それでは献身者の皆様に感謝の拍手を捧げましょう。これで第30期取り出しの祈り感謝祈祷を終わります。ご着席ください。それでは聖歌498番を持って主に賛美をお捧げいたしましょう。Thank you.
聖書箇所はマタイ8章18節から27節です。マタイ8章18節から27節を拝読いたします。さてイエスは群衆が自分の周りにいるのを見て弟子たちに向こう岸に渡るように命じられた。そこに一人の律法学者が来て言った。先生、あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また別の一人の弟子がイエスに言った。主よ、まず行って父を葬ることをお許しください。ところがイエスは彼に言われた。私に従ってきなさい。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。それからイエスが船に乗られると弟子たちも従った。すると見よ、湖は大荒れとなり、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主よ、助けてください、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは言われた。どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がり、風と湖を叱りつけられた。するとすっかり凪になった。人々は驚いていった。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうか。この箇所を中心としながら、私たちの寝床はと題して、平野先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。皆さん、おはようございます。久しぶりにここに来て、5月ですね、5月15日に来させていただいて、なかなか教会間の交わり難しい中にありますけれども、このように再会し、また共に神様を見上げる幸い備えられていますことを感謝をいたします。私は新学生の時ですね、新学校、東京キリスト教大学という新学校ですけど、隣に大きい公園があるんですね。自然公園、大変大きい公園があるんですけれども、私はそこで、一晩過ごしたことがありました。というのはですね、私がもともといた母教会は、ホームレスの方への伝道を中心に行っていまして、そのホームレスの方々から、冬の野宿は何じゃないということをずっとお伺いしてですね、その話がずっと残っているわけです。ですから私も、ある社会経験としてそれをしてみたいなと思ったんです。本当はいけないんですね。本当は良くないことはいけないことなんですけども、大きいボストンバッグにですね、布団やら毛布やらを詰めて、公園のウッドデッキ、屋根があるウッドデッキがあったんです。そこに布団敷いて眠りにつきました。でもほとんど眠ることができませんでした。まず、音がするんです。いろんな音、家の中にいたら聞こえないいろんな音がするわけです。自然公園ですから動物もいますし、人が通らないわけではないし、車の音もしますから、結局眠れたのは2時間ちょっとだけでした。その時初めて分かるわけですね。眠る時に必要なものがある。本当に安心できる、自分は今安心できる場所に置かれている、誰も私に危害を加える、その心配がない
ということが、まあ、私たちを、まあ、良い眠りに導き、そしてそういう場所こそ私たちの寝床になり得るのだ。まあ、今日のテーマ、私たちの寝床はというテーマですけど、共に考えていきたいと思います。ことはから聞いていきましょう。18節19節もう一度お見いたします。さてイエスは群衆が自分の周りにいるのを見て弟子たちに向こう岸に渡るよう命じられた。そこで一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところならどこでもついてまいります。今日の舞台はイスラエルにあるガリラヤ湖という大きな湖の湖畔。この日もイエス様は神の福音、良き知らせを多くの人に告げ知らせるためにいろんなところを巡り歩いていた。そしてこの湖、ガリラヤ湖という湖にたどり着いたわけですけども、まあ、そこにもですね、イエス様がガリラヤ湖にいるらしいということを聞きつけて、多くの人たちが病気を癒してもらいたい、悪霊を追い出してもらいたい、イエス様を求めて大勢の人が集まったんですね。その群衆の中に一人の律法学者がいました。まあ、律法学者というのは聖書の専門家であり、当時人々の信仰を導く指導者の一人でした。イエス様一行は一通り働きを終えてガリラヤ湖の向こう岸に船で渡ろうとしていた。その時律法学者は彼らを呼び止め、イエス様に言いました。あなたについていきます。まあ、これはあなたの弟子になります、弟子にさせてください、その申し出ですね。そのように願い出たわけです。これまで人々を指導していた側の人間が指導される側に戻っていくというのは決して簡単なことではないでしょう。例えば知らない分野について誰かに教わるということならまだ話は分かります。しかし彼は自分の専門分野において、そしておそらくだいぶ年下であったイエス様に教えてくださいと頭を下げに行ったわけですね。まあ、よほどイエス様の話に感銘を受けたか、あるいはイエス様の奇跡に感動したか、いずれにしても大変喜ばしい申し出に変わりはないでしょう。断る理由はないと思います。しかしイエス様は彼に予想に反する言葉を語られました。20節、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。まあ、人の子というのはイエス様が自分自身を指す言葉として、用いておられる言葉ですけれども、私には枕するところはない、つまり私についてくるものもまた同じである、枕するところはない、それでもあなたは私についてくるか。まあ、枕するところっていうのは非常に面白い表現ですけど、まあ、文字通り寝るところを指すわけですね。狐にだって穴がある、安心して眠れる場所がある。鳥にだって巣がある、木の上に安心して寝れる巣がある。けれども私についてくるものがそれらがない。ましてや当時のイスラエルというのはですね、まあ、盗賊がいました。そして荒野には多くの野生動物がうろうろしていたわけですね。まあ、彼らに襲われて命を落とした者は数知れずいたでしょう。まあ、家がないというのはですね、まあ、私たちが家がないと考える家がないというのと、当時の人たちが家がないというのとはまた大きく意味が違いますね。その危険性も。それでもあなたは私についていきますか。律法学者とのやり取りはイエス様の質問で終わっていますね。これね、おそらく律法学者はついてくることができなかったでしょう。もう一つ、
イエス様を呼び止める声がありました。21節、また別の一人の弟子がイエスに言った、主よ、まず言って父を葬ることをお許しください。すでにイエス様の弟子になっていた者がイエス様に提案を持ってきました。イエス様、あなたについていく前に父を葬ることをお許しください。まあ、私たちがこの場所を見るとですね、今父の葬儀を済ませてきますので、それが終わったら後で合流しますというふうな提案に聞こえますけれども、実際そうではなかったと言われています。当時のユダヤには、まあ、父親が死ぬまで息子は家を離れてはいけないという慣習がありました。父親が死ぬまで息子は家を離れてはいけない、まあ、要はこの弟子の父親はまだ生きてるんですね。生きてる。しかし父が死に父を葬り終えるまでイエス様待っていただけませんか、まあ、それはいつになるかわからないということなんです。まあ、彼がこれを提案したのは彼が父を愛していたということもそうですけれども、何より地域家庭の中の飲酒慣習を守ることによって、まあ、家族の中地域の中での自分の立場を守るという目的もあったでしょう。それでイエス様は22節、ところがイエスは彼に言われた、私に従ってください、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。死人に死人を葬らせなさい、まあ厳しい言葉だなという印象を受けます。ただイエス様はここで非常に大切なことを言っているんです。死人というのはですね、まあ、聖書は神様から離れた人のことを死んだもの、死人と表現します。なぜなら神こそが人を作り、私たちの命の源、唯一の命の源になる方です。その方から離れたものは死んだものであると聖書は語ります。イエス様はこの3年の、まあ、この時がどれぐらいの時か、交渉外3年の中での出来事がここに書かれていますけれども、まあ、3年から1年半の間でイエス様は十字架にかかって死んでしまうわけですよね。この弟子が父の死を待っていたら、もうイエス様と一緒に生きていく、イエス様の弟子として歩んでいくというその機会は訪れないわけです。だからこそイエス様は弟子に愛を持って言いました。私こそ命である、あなたは死人になってはならない、私についてきてあなたは生きるものになりなさい、私から離れて死人になってはいけない、私から離れていて離れている者たちでその葬儀を済ませなさいとイエス様は語られた。イエス様がここで語られた2つの質問は、今日を生きる私たちにも同じチャレンジを与えています。あなたの平安を満たし命を守る寝床はどこにありますか。あなた方の寝床は、平安を保証する、命を保証するあなたの寝床をどこに置いているでしょうか。イエス様は聖書を通して語り続けます。私は命である、私は道であり真理であり命である。しかし律法学者も先ほどの弟子もそのように考えなかった。むしろ家がなかったらどうやって生きていくことができるだろうか、地域の人たちまた家族親族との関係が悪化して見捨てられたらどうやって生きていくことができるだろうか。いや無理だろ。彼らはそこに命があると思いました。だからイエス様のことは二の次三の次後回しにするのが当たり前なんですね、彼らにとって。なぜなら家がないと生きていけないから、
地域との関わりなしに私は生きていけないから、そこに命があり自分の寝床があると彼らは信じていました。そのような生き方の先に何があるのかを23節から25節が記しています。それからイエスが船に乗られると弟子たちも従った。すると見よ、湖が大荒れとなり船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主を助けてください、私たちは死んでしまいますと言った。イエス様一行はようやくですね、まあ湖を渡るために船に乗り込んだわけです。しかしその途中に嵐に見舞われてしまう。船は水をかぶり転覆しそうな中、弟子たちは慌ただしく沈まないように努めます。緊急事態、命の危機。しかしその中で一人だけ寝ている人がいるんですね。それは枕するところもないと言われたイエス様、その人でした。船は大きく揺れたはずです。荷物が転がって波や雨が絶えず顔にかかったはずです。弟子たちは大きな声で話していたはずです。しかしイエス様は何事もないように眠り続けます。見るに見かねた弟子の一人がイエスを起こす。それほどまでに深く眠っておられた。まあそんな船を寝床にするのはあまりに不安定で無謀なことだと誰もが思うことでしょう。どうして寝てるんですか。誰もがそのことに疑問を持つでしょう。イエス様は船の上で寝るのが好きだったのでしょうか。そうではないですよね。イエス様は命なる方ですよ。イエス様は全ての命を支配され養われ守っておられる方です。父なる神もそうでした。だからイエス様はこの船は沈まないということを分かっていました。命を守る方がそこに乗っているんです。しかし弟子たちはそうではなかったんですね。イエス様を命の源に命を支配されている方だとは考えなかった。彼らが頼りにしていたのは何でしょう。実はこの十二弟子のイエス様の弟子、十二弟子という中心的な弟子たちがいましたけども、その中の4人、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネはですね、もともと漁師をしていました。小さい頃から船に乗っていたんです。そしてその腕には船を操る一流の技術があったことでしょう。その目には天候を見分ける一流の目があったことでしょう。まあそうであれば当然それを信じると思います。彼らを頼りにすると思います。その能力と技術、いつも船旅、まあここだけじゃないです、このガリラ湖を渡るということですね、いつも船で渡ったりしていました。まあ、彼らはその度に、この船旅が守られているのは彼らのおかげだと考えているでしょう。彼らの技術があるから、彼らの経験があるから、船の上の問題は全て自分の力で解決できると考えていた。だからこそ彼らは慌てふためいたんですね。自分の命を守っていると思っていた漁師たちの技術が全く通用しなかった。自分の信じていたものが役に立たない。するとそうやって彼らはイエス様を起こしに行くんですね。すると26節27節読みいたします。イエスは言われた。どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がり風と湖をしかりつけられた。するとすっかりなぎになった。人々は驚いていった。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうか。弟子たちはまずイエス様を頼るべきでした。でもイエス様は二の次なんですね。自分の能力の
二の次。だからイエス様は弟子たちに語られました。なぜ怖がるのか信仰の薄い者たち、私を信じなさいということですよね。私を信じなさい、あなた方のたとえ漁師の技術がそこに詰まっていたとしても、それはあなたの命を守る、あなたの寝床にはなり得ない、あなたの拠り所にはなり得ないからだ。私たちはどうでしょうか。私たちもイエス様が私たちの命を守り平安を与える拠り所、寝床であると信じているでしょうか。命ですから、命のある方、何よりも優先すべき、何よりも信頼すべき、片時も離れられない方であるとイエス様は信じているでしょうか。まあ、そのようにいつも確信を持って生きることができたらなんと幸いなことでしょう。しかし私たちは時に仕事がなくなったらどうやって生きていけるだろうか、お金がなくなったらどうやって生きていけるだろうかと考えてしまうことがあるかもしれません。仕事がなくなったら生きていけない、まあ、そのように考える人たちがいます。仕事を失ったら自分の命を絶ってしまうんですね。仕事が命、まさにその言葉そのものだと思います。それだけではない、成功の道から外れて家から出てこれなくなっている人たちがいます。お金のことで相手を傷つけてしまう方もいる。それをまるで自分の命のように握りしめる。でも私たちはその時、私たちの命はどこにあるだろうかと、それはイエス様のもとにあると、今週も信仰を告白して歩んでいきたいと思います。不完全なものを私たちが手に取ってそれを拠り所としてしまう私たちがいます。でも絶えず、ああこれは命ではない、イエス様こそ私たちの助けであり命であり私たちの寝床である、そのことを信じて踏み出していきたいと思います。その時私たちはイエス様が嵐の中で眠ったような、見たことも聞いたこともない平安で私たちを助けてくださるからです。最後に一つの物語を紹介してメッセージを閉じたいと思います。ある家庭が、すごく平和なクリスチャンの家庭がありました。しかしある時転機が訪れるんです。子供が学校でひどい授業を受けるようになったんですね。それで学校側にまたいろんな相談をしに行きましたが、そのお願いは聞き入れられなかった、対応されない状況がうまくいかない、まあ、その子供が今日も辛い思いをして家に帰ってきました。すると、まあ、家の中が片付けられていた。どういうことだ、両親に聞いたら、引っ越そう、遠くに引っ越そう、もう仕事もやめてきた。まあその家庭は本当に大働きだったんですけども、二人とももう仕事をやめてきた。だからもうあなたが辛い思いをしないように引っ越してしまおう。このままでも心配するわけですよね。仕事がなかったらお金もないし何もないし。でもその二人は言ったんです。私たちにはイエス様がいます。イエス様がいるから大丈夫。
してこの家族は遠くに引っ越していったわけですね。まあ、なんて自由な生き方なんだと思いました。仕事に縛られて、いやー助けてあげたいけど、その子を守ってあげたいけど仕事が、確かにそれはそうだと思うんです。でもその子供のために、そしてイエス様を信じて自分の仕事を投げ打って、安定を投げ打って、その子供を愛するその姿、その子供は感動したことでしょう。そしてその生き方の自由さを彼らは謳歌したことでしょう。イエス様は今日私たちにチャレンジを与えています。あなたの平安を満たし命を守る寝床はどこにあるでしょうか。何にも縛られない、目の前に安定はないかもしれない、でも確かに神様が私たちの平安で命となってくださる歩みを、私たちは今週は歩み出していきたいと思います。一言お願いいたします。父なる神様、今日は私たちの寝床、私たちの平安、命、それを守るものについて学んでまいりました。私たちは絶えず目の前のことを心配し、また心を騒がせ、これがなかったらどうやって生きていくことができるだろうか、あれがなかったら私たちはどうやって生き延びることができるだろうかと考えます。まあ、その心配は、まあ、もちろんあるべき心配であり、私たちの心から自然に湧いてくる心配ではありますけれども、しかし神様、あなたこそ私たちの平安であり命であるということを覚えて信じて今週歩み出していくことができますように。あなたがいるから大丈夫だ、あなたが共におられるから私は大丈夫だ、私たちが日々信仰告白を持って今週も歩み出していくことができますように助けてください。強く祈ります。愛するイエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。先生ありがとうございました。それでは新聖歌385番を持って主の御声に応答いたしましょう。
感を持って主に栄光をお返しいたします。この証言にあたって、総楽器の都合上最後のアーメンの部分の総楽が切れておりますが、最後にアーメンと賛美いたしましょう。そしてその後祝祷を平野先生にお願いいたします。お祈りいたします。願わくは私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集まる一人一人の上に、そしてここに来たいと願いつつそれが叶わなかった一人一人の上にも、よいよ限りなく豊かにありますよ。アーメン。では本日御言葉を取り継いでいただいた平野先生に感謝の拍手をいたしましょう。ありがとうございました。これで本日の私立礼拝を終わります。